で、じゃあ、そうだな。田村さん、今年、一押しのチームと選手。チームね。それってのセパで1チームずつ。まあ、もう、見た中でもいいんじゃないですか。だから、キャンプで、それこそ阪神だとか、ヤクルトとか、ジャイアンツの練習とか、全く見れなかったんだけど、あとはだからニュースとか、新聞とかでの情報しかないけど、やっぱりセ・リーグだったら今年阪神が阪神ちょっね。とね、話題になってるから、新人の子、佐藤君だっけな。だから、ちょっと注目はしてる。あと、昔俺、中日時代にいたチェンっていうのが、去年左のね。ロッテから今年阪神に行ったんで、本当は阪神の練習見に行きたかったんだけど、ちょっと都合が悪くて行けなかったから、ちょっと注目はしてる。れ、阪神の、ね、近大から来た子でしたっけ。そう、佐藤君かまあ、ボコボコ打ってんじゃないですか。な。昨日も、5本打ってんのか昨日5本目かな。な。いや、僕思うんだけど、あんまり、オープン戦だから、まあ、各チーム、あれなんだろうけど、そんなにインコースガンガン行ってないですもんね。田野さん、キャッチャーだったらどこ攻めますか。昨日なんかどこだ、ヤクルトがインコースずっと行ったら全部行ったらしいんだよ。どでかいの1本打ってましたよね、ライトに。それも、左ピッチャーのインコースらしい。俺映像見てないんだけど、レフトに、ライトに引っ張ったんだ。左？分かんないよ。でも、所詮オープン戦ですからね、分かんない。これは分シーかんない。ズンに入るとまた雰囲気がなんでこんな変わるんだっていう、あの感覚が本当、オープン戦とシーズンのあれが違うっていうのが、まあ、ちょっと入ってきたばっかりの子たちって、まあ相当図太くないとね、そう怖いもん知らずでやってるから、今あれ百何十試合ずっと続いてくると、あれきついんだよな。まあ実際さ、大学野球でもこのプロ野球みたいにもうずっと野球やりっぱなしじゃないじゃないですか。まあ1年な。そうだよね。そうなんだ。だから僕は田村さんだったら、あの選手をどうやって攻めるのかなっていうところを聞きたかったんだけど、どうなんですか。じゃあ、キャッチャー田村で、ピッチャー西崎だったらどうやって攻めるんですか。ピッチャー西崎だったら、インコースはもちろん行くだろうけど、投げ分けないといかない、いけないのかな、インコース、アウトコース、高低。で、映像見てると高めのボール球とか結構、打ってますよね、高めをすくい上げるぐらいに。で、好きだから、そのボール球でも振りに来てるから、そこに投げれれば、そこ誘いとか、膝元の変化球とか。好きなところがの近くが、まあ、弱点でもあるのか。そうだね。だから外行ったやつが甘くならないようにはしたいよね。今のところね、打っても外甘、真ん中から外甘ぐらいだみたいだから。いや、でもあのバッター楽しみっちゃ楽しみですよね。楽しみだな。なんかみんなにはもう、お前新人かって言われてるらしいよ。まあ、だってドラフトかかってテレビでインタビュー見てたら、うわ、こいつすごいなと思いましたよ。体めちゃでかいらしい。まあ、何年かに一人のバッターなんだろうけど。そうだね。じゃあ、セ・リーグの順位いきましょうか。最下位。ヤクルトかな。ヤクルト。ピッチャーいない。やっぱりピッチャーがいるところが上にいますよね。基本ね。打ち勝つ、昔の、横浜だったっけ。ああいうね、チームもあるけど、基本投手陣だそうですね。はい、じゃあヤクルト。5位は。横浜。横浜。去年俺2位予想だったの。ピッチャーがいると思って。東とか今永がもう怪我しちゃってるから、先発が今浜口、もう一人かな、大貫か、何ぐらいしかいなくて、で抑えの山崎が調子悪いと。この間なんか伊能もなんか頭怪我したとかってニュースで出てましたけど、あれが抜けて梶谷も抜けちゃったですもんね。
打つのはね、まあ、外国人がまだ来日してないけどもあそこの2人は打つと思うんで打つ方はそこそこだと思う。あのなんかあの三浦監督ってなんか投手コーチの方がなんか似合いそうな感じですよね。いいですよ言ってピーって入れるから。いいよ。俺は去年二軍監督時代に会ってすごく好印象だったの。あで今年も沖縄で二軍の試合行ったら一軍休みで俺スタンドにいたら一軍の首脳陣が見に行ってたの。あなるほど。その時に三浦監督いたのよ。ちょっと俺寄って行って少しだけ挨拶してちょっと話してどうみたいな。まあ、ちょっと去年二軍の監督やってたらよかったです、ね、じゃあ来年はベイスターズのバッテリーコーチかいいなじゃあ4位広島。広島ここも分かんないね。僕はあの広島が5位だと思う。4位がベイでその辺は分かんない。そんなダメですよ解説者なんだから日刊スポーツ、うんうん解説者日刊スポーツ専属解説員ですからね。解説員じゃない一応評論家。評論家って今年62歳ね、じゃあ A クラス3位はこう、ね、今見てるとちょっとあれなんだけど中日、うん、今のところちょっと良くないじゃん。中日にはなんと三間がいますから ねこの間オープン戦で1勝しててあよかったなと思いましたけどオープン戦の1勝で喜んじゃいけないんだろうけど、うん皆さん三間っていうのは僕が大学で監督まがいな指導者をやってた頃に4年間一緒にやってた選手で、その東京のとある大学から埼玉の武蔵ヒートベアーズというところに独立リーグに行ってその年に、育成のドラフト3位かなで中日に入った。その時に田村さんが一軍のバッテリーコーチだった。で三間が支配下になってちょっとお世話になってたというようなまたそこで野球やってるとそういうつながりができちゃったっていう。まあ中日の三間は皆さん応援してやってくださいね。で中日3位でいいんですか。でも中日3位に持ってきたってすごいですね、うん、その辺がだから広島も広島はパッとしない3連覇してたよね。その丸が抜けたりさなんかまあ、ピッチャーなのかな。ピッチャーですねやっぱりピッチャーだな。中日は後ろはいいんだけど今のところ先発がいまいち大野が頑張ってるぐらいだからこの3位4位っていうのは分かんないんだけど、うん、じゃあ2位を聞くより優勝はここ、ね、ちょっとね俺ね迷ってますね。迷ってる。でそれは何が巨人と阪神。阪神はピッチャーが出てきた。できた。であそこはいつもその打つ方が期待を裏切るんだよね。だから今のところだからその新人の子あの子はいい刺激を与えてると、うん、で外国人が今調子2人、うんうん、でまあ糸井はねネギラとしては結構年なんであとは若い子近本なり大山なりあの辺が大山去年呼んで結構打ってたもんね。それが自信になれば打線が良くなるんではないかと。あでも巨人は今3連覇中か。でどっちなんですか。ここが難しいんだ。お願いしますよ。まあどうしようかな。ここには一応書いてないよね。読んでくださいよ。巨人かな。ジャイアンツ。ではジャイアンツ、阪神、あ巨人、阪神、3位どこだったっけ。あ中日、広島、ベイスターズ、ヤクルトスワローズというところで皆さん注目しておいてくださいね。まあ予想は予想ですから勝負事はやってみないと分かんないんで。まあでもちょっと本当楽しみなのは阪神のねルーキーの佐藤、うん君のバッティングはちょっと本当シーズン入って1000球のピッチャーに対してどのくらい通用するのかという。そうだね。バンバン落とすボール投げさせられるんじゃないの。だから速いまっすぐを持ってるピッチャーはどんどん行くだろうし非
意識して低めのボール球振るだろうしね。140キロそこそこだったら打つかもしれない。140後半ぐらいのまっすぐをどう打つかだよね。あの、あのこの間のその神宮 でライトにもう中段よりも上に打ったやつなんてちょっと高めでボール気味だったですもんね、うん、あれはすごいなと思いましたよ。あ、近いところ打ったと。ただこの辺をこうグワッとえぐられた時にどうなっちゃうかですよね。あのジャイアンツのなんだっけな、あの2メートルぐらいあるルーキーで、うん、秋広、うん、彼はもうなんかもう落とされてもうくるっくるっくるっくる回っちゃってます。18歳だからね、うん、今まではすごいでしょ、まあ、昨日久しぶりに打ったみたいだけど一軍残るかな、うん、これはね楽しみだよね。ここで一回にファームスタートでもう一回こうちょっと揉まれてそれで来た方のがなんか良さそうな感じで、あのまま無理して一軍残してもどうなのかな。で力があれば残すだろうし、これは別にあの、ね、監督は打てないのに残すわけないしさ、うん、